こんにちは、ご視聴いただきありがとうございます。本日は、路線紹介シリーズが第3弾になりますね、東京メトロ半蔵門線の、路線紹介をしていきたいと思います。半蔵門線ね、あの紫の路線でございますけれども、皆さん乗ったことありますでしょうか。僕はまあよくお世話になってる、まあ、メトロの中だとまあ割とよく乗る方な路線ではあるんですけれども、まあどういう路線なのか、渋谷と押上の間を結んでる路線です。駅数が少ない路線ではあるんですが、直通がもう幅広くて、てかなんならあの他車線走ってる距離の方が長いんですけれども、渋谷から先東急田園都市線、二子玉川、長津田方面、中央林間まで直通してます。でこっちは押上から先は東武鉄道、東武スカイツリーライン、まあ東武伊勢崎線ですね、伊勢崎線の久喜と日光線の南栗橋までそれぞれ直通を行ってて、自社の距離よりもまあ直通先の方が長いと、そういう感じの路線になっております。行き先に関しても押上から渋谷方面だと、まあほとんど中央林間行きですよね。ほぼほぼ全列車中央林間行きで、こっちはまあでも押上行きっていうのはまあ割と頻繁にありますけれども、急行の久喜行きとか南栗橋行きっていうのもまあ頻繁に走っております。そういう路線になります。で駅もまあいろいろありますが、解説するとしたら、まあ九段下はですね、ここね都営新宿線と改札を通らないで乗り換えができるんですね。半蔵門線と都営新宿線2線ずつ九段下ありますけれども、間の壁がなくて、半蔵門線から新宿線へ、まあ逆に新宿線から半蔵門線へ対面乗り換えができる、そういう駅になってます。新宿線はまあ都営地下鉄の路線なので、メトロと都営地下鉄でそうやって改札を通らないで乗り換えができるっていうのは、まあ南北線と三田線のあの目黒白金高輪間は、まああれはまあ運転形態が一緒ですから、あれはまあ特別だとして、まあここぐらいですよね。なかなか珍しい例なんじゃないかなと思います。それから表参道はこちらは銀座線と対面乗り換えができます。あの僕ね、対面乗り換えめちゃくちゃあの好物なんですけれども、表参道であの夕方とか降りると銀座線のね渋谷駅が到着するわけですよ。あの日本橋とか、京橋とか新橋、虎ノ門などから、お客さんを乗せて到着すると、でドア開いたら銀座線の渋谷駅から降りたお客さんが向かい側にですね、半蔵門線の中央林間駅がバーッと到着して、で対面で乗り換えられると。どうしても渋谷駅あの構造複雑なんで乗り換えのまあ距離がちょっと長いんですけど、銀座線から半蔵門線、さらにまあ田園都市線っていう流れとかは逆もそうですね。田園都市線からまあ来て渋谷表参道で銀座線に乗り換えて新橋日本橋方面に行くと、まあそういう対面乗り換えができるので、ここは好きですね。まああの一日中いられる駅かなと思います、表参道は。あと住吉はね、あのね留置線っていうのがあって、まあ住吉から豊洲まで行くあの地下鉄の計画がありますよね。そのためにも開けてある線路ですけれども、たまに電車がね留置されてるのが見えます。住吉からの地下鉄の延伸は結局どうなるのかちょっとわからないですけれどもね、してくれたらもっと面白くなるんですけど、まあどうなんでしょうね。どこがやるのか、その東京都がやるのか東京メトロがやるのか、ちょっとね誰もやりたがらないのか知らないですけど、ちょっとなかなかあのね必要であってもまあなかなか難しい問題がいろいろあると思うんですけど、まあ住吉はそんな感じのあの留置線があって、先にトンネルを進めていったら豊洲までつながるっていう、まあ夢が見られるような駅ではありますね。そんな感じです。さあ続いて車両に関して紹介していきたいと思うんですが、これ半蔵門線はですね、あの他社の車両ばっかり来るんですね。本当にあのメトロの車両が全然来ない路線ということで有名でございます。あの時刻表見てみると、列車番号の末尾がメトロ車は S、東武車が T、東急車が K なんですけれども、もう K と T ばっかりでね、 K が多くて、まあ、次に T が多くて S は一番来ないということで、メトロ車全然来ない路線で有名なんですけれども、どの会社の車両も楽しい路線です。まずじゃ あメトロ車から行きましょうか。メトロ車08系、これまあ現時点では一番新しい車両ということで、東西線の 05N ってありますよね、僕が好きな車両ですけど、あれに近いような設計がされている車両です。でその1個前の車両8000系、あれはもう時期に引退していく車両です。今度1万8000系という新車が入るので、8000系はこれからいなくなっていくので、乗れる方はぜひ乗っていただきたいです。本数でいうと08系はね6本しかないんですよ。だから少ないメトロ車の中でもさらに08系ってなったらもうあれなかなか来ないですから、08系に乗れたらまあ運がいいんじゃないかなと思います。それから続いて東急の車両もまあいろいろ来るんですけれども、8500、2020、5000の3つか、が来るんですけれども、8500がもうどんどん引退してて、もう数え
えるほどになってしまいましたね。僕もね、あの半蔵門線に最近あんま乗ってないなと思ったら、もう気づいたら2020ばっかりでちょっとびっくりしましたけど、で路線はですね、昔6ドア車がありましたね。6ドア車があったんですけど、まあホームドアつけるっていうんで6ドア車がまあ廃車になり、5000系は全車4ドアで今運転を行っております。あと昔はね、その東急田園都市線のね2000系とかね8590系っていうのがあってね、あれがねその半蔵門線内でね来るとね、もう音もいいしね、あれ好きだったんですけどね、もういなくなりました。もう全部いなくなって2020に変わってしまいましたけど、まあ田園都市線の直通はそんな感じで、こっからなんですよ。東武の車両もまあいくつか来るわけですけれども、ほとんどは5万50系っていう車両、5万50系っていう車両がまあメインできます。でレアな車両が2編成ありまして、1つが5万系、これはですね、もともと東武東上線で走ってたやつが、こっちのこのスカイツリーライン系統に転勤してきて、5万系の第8編成が今この半蔵門線とかで、まあ、走ってますんで、それ見れたらまあラッキーなんじゃないかなと思います。それから僕がまあこの現在の半蔵門線の直通系統の中で一番好きな車両、東武3万系でございます。はい、これね何がすごいってね、半蔵門線っていうのはほとんどその3万系を除いて全ての電車10両編成で運転されてるんですけど、その3万系だけは6両と4両が連結した10両編成なんですよ。だからその中間に運転台があるんですよ。それであの通り抜けができますから、その運転台のね脇を歩いてちょっとこうやって勝手にじゃない、別に覗いていいんですけど、あの覗いてみたりとか、そういう楽しみ方ができる車両3万系。それからですね、3万系はですね、皆さんこれ注目ですよ、あの車内放送が素晴らしいんです。思い出の話した動画のところで多分言ったと思うんですけど、車内放送がまあ更新してしまって寂しいって話しましたよね。であの半蔵門線も当然あのメトロの1路線ですから放送が更新されてしまったわけですけれども、東武の3万系だけは未だに更新されずに、あの昔のお待たせいたしました、東京メトロ半蔵門線をご利用くださいましてありがとうございますっていう、あのお待たせいたしましたが聞ける車両なんですよ。もうこれね、ぜひあの皆さん乗っていただきたいんですけど、まあなんせ1編成しかないもんですから、狙って乗ろうっていうのがなかなかね難しいんですけれども、私ね前、まあ、たまたま3万に乗った時にレコーダーでね録音したんですね、車内放送を。それをちょっとねここら辺であの聞いていただけたらなと思いますので、あどうぞあの聞いてください、はい、この先揺れますのでご注意ください。お待たせいたしました、東京メトロ半蔵門線をご利用いただきましてありがとうございます。この電車は大手町、永田町、渋谷方面、東急田園都市線直通、各駅停車中央林間駅です。次は錦糸町です。乗り換えのご案内です。 JR 総武線はお乗り換えください。ということで聞いていただけましたでしょうか、ね、いいですよね、この良さが皆さんに伝わってくれたら嬉しいです。まあでもねどうなんだろう、3万も今もう残り1編成で、これも東武東上線に転属する可能性がないわけではないので、雲行き怪しい感じはあるのでね、できる限りまあ早いうちにまあ皆さんには乗っていただきたいかなという感じでございます。半蔵門線のまあレア車3万系ですかね。あとね、半蔵門線の特徴としてほとんどの駅で乗り換えができるっていうところがポイントかなと思います。半蔵門だけかな、あとは全部乗り換えできますね。半蔵門以外の全駅で何かしらの線に乗り換えができるということで、あとね東京の地下鉄、全部で13路線だから半蔵門以外だと12路線あるわけですけれども、その全路線と乗り換えができる、唯一の路線なんじゃないかな、東京の地下鉄で次線以外の他の路線全部と乗り換えができる多分唯一の路線で、銀座線ここら辺そうですね、丸の内線は大手町、東西線は大手町九段下、千代田線は表参道か、有楽町が永田町、南北が永田町、副都心が渋谷でしょ、浅草線押し上げ、三田線が神保町大手町、新宿線が九段下住吉もか、大江戸線が青山一丁目清澄白河で、日比谷線はもう長年乗り換えがまあできなかったんですが、水天宮前がですねこれ人形町と乗り換え駅の設定になったんですよ。なのでその人形町と、まあ、水天宮前で日比谷線が一応まあ乗り換えができるということで、全12路線コンプリートおめでとうって感じなんですけど、だから田園都市線とか東武から来る方も1回乗り換えでどこに東京どこにでも行けるようになって、すごい便利な路線ではあると思います。
では、私の専門分野ダイヤについていろいろね話していきたいと思います。まあ、さっきも言いましたけど、基本的に全部の電車が押上からだったら渋谷さらに越えて中央林間とか長津田の方まで行くし、こっちからの電車はまあ押上行きありますけど、そこからまあ東武直通したりっていう感じです。で、田園都市線から来るやつで、平日の朝とかは特にそうなんですけど、稀にね清澄白河行きっていうのがあります。のラッシュ限定の行き先ってやつですね。これはでもね、あのね、まあまあな本数あるかな。平日の8時台とか9時台とか、まあまあまあそれなりの本数あるんで、まあいいんですよ。そんなことよりね、半蔵門線はね終電が暑いんです。終電が暑い。あの終電限定のレアな行き先っていうのがまあいくつかあるわけですよ。ダイヤ回線の説明した時に半蔵門線で渋谷行きが出ましたっていう話は多分しましたよね。基本的にまあ中央林間行くやつが多いんですけど、平日の押上発の最終電車がこのね0時8分発のやつは渋谷行きなんですけど、それじゃないんですよ、その次なんですよ。押上発の錦糸町方面行きの本当の最終電車っていうのは0時18分発なんですけれども、これ平日の話です。水天宮前行きっていうのがあるんですよ。これはねこの1本だけですね。あ、土休日はね多分ないですかね。そう、これも激レアですよ。これね乗りたいんですけどね、何が問題かって、まあまず夜遅いですし、押上0時18分に出てね、水天宮前着くの0時28分なんですよ。これ乗ったはいいけどさ、降りてだってあとそこの近くのホテル泊まる以外選択肢ないですよだからちょっとね乗るのが厳しい列車ではあるんですよね。まあいつか乗りたいですけどね、いつか乗りたいっていう感じ。はい、それから土休日はですね、今度逆ね、渋谷から押上方面行きの電車、渋谷発でいうとまずね23時26分発押上行き、これは押上行き最終ですね。その次23時53分これ清澄白河までの最終電車、その次なんですよ0時4分発、これは中央林間から来てるやつですけども、渋谷0時4分発永田町行きっていうのがあるんですよ。これもねすごい。でその11分後、渋谷0時15分発これもまあ中央林間から来てるやつですけども、これ今度ね青山1丁目行きっていうのがあるんですよ。このね永田町行きと青山1丁目行きっていうのはもう珍しいですよ。この終電だけですから。うん、これもまたあのさっきと同じですけれども、永田町着くの0時10分ですよ。なんか乗り換えありそうですけどね、わかんないですけど、あのまあ永田町行ってね終わりですよ。なかなか乗るのが厳しいけど乗りたいレアな3種ということで紹介しましたけれども、僕がねちょっと配線知らないだけかもしれないですけど、例えば清澄白河とかわかるんですよ。あ、ここ確かに折り返し設備あるし、あとね半蔵門もあるんですよね。半蔵門であの折り返し設備もあるんですけど、青山1丁目永田町水天宮前って折り返すあれあったっけなと、多分ないんですよね。ここまで行ってどうすんのかなって思って、あ、ちなみに押上0時18分発の水天宮前行きは水天宮前に0時28分に着くんです。でちなみに、翌朝ね水天宮前5時2分発の水天宮前始発の長津田行きっていうのがあって、多分こいつは水天宮前で寝て翌朝水天宮前から出てくるんですけど、このね切りどころがなんでここだったのかっていうのはちょっと気になる。もうちょっと行ったらと思うんだけど、なんで水天宮前なのみたいなところはあるんですけどね。あと長田町と青山1丁目に関しては、朝はね半蔵門5時7分発っていうのあるんだけど、こいつはこれどっから来たんだこれ。まあともかく半蔵門にその1本折り返し設備あるんだけど1本しかないからちょっと分かんないですけどちょっとあの知ってる方、有識者の方、あのコメントください。あの半蔵門線はちょっと謎が深いですね。これはちょっと今後要まあ勉強したいなと思います。はい、そんな感じです。いやーね、いつかね乗りたいですけどね。だからこの YouTube でね終電に乗ろうみたいな企画をねやって、そういうことをしてみたいですけれども、いかがでしょうかね。そういうのをぜひやっていただきたいですはい、そんな感じで半蔵門線はざっと紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。まあね、そのレアな行き先がもうこの終電っていう乗りにくい時間帯にね、この誘惑がたくさんあるっていうことで、乗った方とかねいたらぜひコメントとかに書いていただけたらなと思います。こんな感じでいかがでしたでしょうか。半蔵門線で僕割と好きな路線なので、あの楽しかったです。 ありがとうございました。チャンネル登録高評価などよろしくお願いします。